はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということで、やっていきましょうという感じなんですが、本日ね、ちぎりバースデーということで、まあね、あのジェムの回収とかしておきましょうというのと、ゲリラモリオガチャ来ているので、こちらを今回引いていこうかなと思います。で、一緒にね、待ってるぞヒーロー、こちらのサポカの、ガチャもね、初回無料分があるので、まあ、今回ね、その二つをちょっと引いていこうかなという感じですね。あとは、ちぎりの、集中トレーニングですね。こちら結果が出てまして、俺が狙えるのはレラ称号ぐらいなんですが、まあ、スピードキック合計値ね、1万以内っていうことで、スピードとキックの合計が7271を超えてれば OK だよという感じなんですが、まあ、実はね、あの後、育成してみてめちゃめちゃ、強いちぎりが、まあ俺にしてはって話だけど、できたので、まあ余裕でね、スピードキックの合計7万オーバーは達成できましたね。まあスピードの方がね、サポートで借りたガガ丸さんのおかげで、かなりね、漏れましたという感じかな。そうね、まあスピード特化しようとしてもね、サポカに関してはこのぐらいしかやりようがなかったし、選手の方についても、まあスピードタイプということで言うと、自前でね、使えそうなのは、6機斬鉄ぐらいだったし、まあそれぞれレベルも85と70だったんで、まあそこまでね、やっぱ強くはできなかったというか、まあもっとね、強く手持ちが充実してる人はね、できるんだろうけど、まあなかなかね、うまくいかなかったなというか、まあ俺にはこれが精一杯だったぞと。賢さ低いのかな、ちょっと実用性って意味ではちょっ、なんとも言えないとこなんだよね。そうだね。まあだから、どうだろうな。潔とかをどこかに入れるとバランスは良くなるのかもしれないんだけど、というような感じでしたかね。はい。まあそれはそれとして、じゃあ、ガチャに行きましょうか。まあ待ってるぞヒーローと、こちらのね、初回無料分と、引いていこうと思いますが、まあその前にね、1日1回無料単発、こっちから行ってみましょう。さあ、まあここはウォーミングアップとして、とりあえずね、潔が蹴っても OK だよと、弾の色も変わらず左に飛ぶという、まあこれは星1っぽいっすね。あ、星2だ。なんか微妙に偉いんだか偉くないんだか、なんとも言えない感じですね。さあ、どっちから引こうか。そうだね。で、こっちについては、ピックアップは、このままでいいかな。そうだね。まあ、潔と、りんちゃんが特に重ねたいところではあるんだけど、両方入ってるし、まあ、未所持ガガ丸さんが入ってるので、まあ、このまま引いてもいいのかな。まあ、ちょっとね、バチラがね、95なんで、バチラも狙いたいと言えば狙いたいんだが、どれを外すんだろうな、外すとしたら、ダダさんかな。ダダちゃんの代わりに、バチラがね、95で止まってるから、ちょっとこっちにしてみましょうか。OK。さあ、じゃあ、これでちょっと、引いてみましょう。ゲリラム領分。いきます。さあ、どうよ。お、国神が来る。さあ、これ、金玉右。金玉右。まずは、ここで、色が、金玉。金玉右。オッケー。あ、これ、ぶち抜くんじゃない？あ、ぶち抜かない。金玉3つ。どうよ。あれ、ちょっと待って。巻き込まれた以上、おぉ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 、オッケー、オッケー、オッケー。それはありっすね。メリークリスマス。まあ、聖夜のレッドパンサー、ちぎり氷馬出ましたよと。オッケー、オッケー。2枚抜きあるか？ないか。なるほど。赤スパちゃん来る。まあでも追撃はなしですね。はい、ということで、まあ無料分でね、ちぎり来てくれたのは良かったかな。さあ、じゃあ次は、サポカの方行きましょうか。待ってるぞヒーロー、こちらを引いていきたいわけですが、ピックアップの方はそうだね、一番重ねたいのは覚醒なんだけど、まあ未所持の方も含めてね、新しい方から順に、この辺があればいいかなという感じですかね。そうだね。
まあね、ちょっとね、育成プログラムあたりも欲しいといえば欲しいんだけど、意外とね、あのチップ量増加がね、思ったより購買率、後半に出すのにね、役立ってるような気がしてきて、最近ね、あの入れたいなと思ってるんだけど、でもどれを抜くかって言われると微妙なので、まあこのままでいいかな。まあ最近ね、あのチップじゃない、サポカの方もね、あのピースが手に入るようになったので、まあその辺も含めてね、ちょっと、こっちもね、レベル上げていきたいかなとは思ってるんですけど、そうだね、まあでも、古い方をね、わざわざ選んでまで新しい方を手に入れるチャンスを、下げていくのもどうかなと思うので、まあこれでね、ちょっと引いていきましょうか。まあね、クリスマスちぎり出てきてくれたので、もう割と、今回ね、無料分にしては勝ちかなと思ってたりもするんですが、まあサポカの方もやっぱ欲しいかなということでね、出てくださいということで行きましょう。頼む！さあどうよ。あー、青いね。これはダメそうなやつですね。金玉2つ、速攻で夢ついえる。そして相変わらずクオンが多いサポートガチャという感じですね。あ、でも言うほどクオン多くないか。青スパちゃんか。なおさら追撃はなしだな。はい、ということでね、まぁ、ちょっとね、どうにもサポカに縁がないよな。サポカの方に、サポカの方、選手に比べてあまりにも引けてない気がするっていう感じではあるんですが、まあちょっとね、残念でしたね。そうか、特別休息系なんだ。引いてから見るっていうのもなんかあれだけど。で、さらにちぎりと国神で、まあアウェイクニングチャンスがあるのかな。アウェイクニングチャンスじゃないな、延長か。クライマックスバトル1勝目勝利確定時に2ターン、最大2ターンの延長権利がありますよと。なるほどね。そうですか。まあちぎり、55になるのはよしという感じかな。新しい自分信じてみるか。オッケー。まあ55についてはね、獲得できる能力とかがあるわけではないので、まあシンプルに成長率の底上げかなと。最高潮だ。いうことで考えると、まあ本体としては、多少ね、レベルアップしたかなというとこですね。もう一回重ねれば、全力シャトルランのスペシャル練習率アップとかが、解放されるので、まあ、自分で使うのもありかなぐらいの感じかな。今はね、本体で育成するか、フレンドの枠で借りるかの二択だかなというところですね。そしてね、ちぎりの後の集中トレーニングですが、今回はね、何でもありの、ミッションが来てるよという感じなんで、まあこれに関してはね、レア称号とかでも上位1万人とか、そういう感じになってるから、あのステータスのね、あの2個選んでっていうやつも、全選手対象なんでないということね。まあこれはちょっと厳しいかなという感じっすね。まあよっぽど今回の無料でいい引きをしてね、戦力が漏れるような体制ができたら別かなと思ってたけど、そこまでではなかったからね。まあちぎり重なっただけでもね、無料分としては上出来なんだけどね。そうだね、俺の手持ちだと誰でやるのがいいんだろう。ちぎりを育成しようとするとね、フレンドガガマルさん固定になって、手持ちだと、まあさっき言ったみたいに、ロキとね、あの、斬鉄しかいないぞということになっちゃうから、
潔でやるのかな。潔だとまあ賢さと、キックなんだけど、まあそれはそれでね、フレンド誰にするか悩ましいよなとかね。まあ基本的に新しい選手、新しいカードほど強いのは間違いないから、まあそういう意味ではね、やっぱフレンドちぎり使って、フレンドクリちぎり使いまして、まあスピード育成するのがいいのかなというような気もしてるから、まあそうするとどうなんだろうな、ロキとかになるのかな。まあもしくはやっぱりサポートとしての能力の優秀さっていうのが、まあ個人のね、成長率より勝るから、そういう意味ではね、あの新しい、比較的新しいキャラの潔とかを成長率気にせずに、ちぎりフレンド借りてスピード育成しちゃうとかっていうのもありなのかなとか思ったりはしてますけどね。悩ましいな。はい、ということで、まあ今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。いいよいしょ。